名古屋市立有松小学校は愛知県名古屋市緑区にある公立小学校である。明治時代初期から存続する歴史の古い小学校で2018年は開校から144年目にあたる。標高30.5メートルにあり、敷地面積は14,627平方メートル、建築面積は7,897平方メートルを有する5月1日現在。 施設は、鉄筋コンクリート構造3階建ての北校舎、鉄筋コンクリート構造2階建ての投校舎、鉄筋コンクリート構造4階建ての管理棟、1階に特別教室を持つ、体育館、プール、運動場などで構成される。全児童数は724人、学級数は普通学級が24、特別支援学級が2となり、 普通学級の平均児童数は30.2人である。有松小学校がかつて立地した千田郡、有松村は1608年頃に、下群を家狭間村の子孫として東海道沿いに誕生した外村で、江戸時代から明治時代にかけては有松絞りの生産、販売を通じて大いに発展を見た商工業の町である。その有松村でも江戸時代末期になると、 町民の子供の教育のために、寺小屋が開かれ、太友山祇園寺では、僧侶新三を英県、鉄道全棟らが1849年から1882年まで、読解を教えたほか、終わり藩士、梶田松次郎、梶田聖之助による、梶田塾では読み書きを教えている。また、一般の絞り消化でも、店の指定や奉公人らが、毎晩2時間程度、 読み書きそろばんを学んでいたことが知られる。現在の有松小学校の前身となる、第二大学区内愛知県管課第六番中学、区内千田群第十九番小学有明学校は、1874年7月12日に、東海道沿いの一角に開校。命名は、当時の愛知県令であった、安畑田もつわによるものと言われる。1876年頃に、有明を、 有松に改名、その後数字部分が何度か変更になり、1879年から1880年頃には、数字が配されて、愛知県千田郡、有松学校となる。学校は開校以来、6歳から9歳までの加藤、10歳から13歳までの上等に分かれ、計8年の修行年限であったというが、1880年頃に、普通科に統合され、 翌1881年に、小学初等科、小学中学科、小学高等科の参加が併設される。そして1886年に小学校令が交付されたことに伴い、翌1887年4月には、校名が地田軍尋常小学、有松学校に改められ、修行年限を4年年年に学級の尋常科を置く尋常小学校として整備される。 児童数の増加に伴い1891年9月には、西方に新築移転。翌1892年4月には、公明が、有松町の管理にあることを示す。有松町立有松尋常小学校に変更される。この頃の教科は、修身、読書、作文、修辞、算術、体操の6つを数え、生教員数は2名、児童数は120名に至っている。 1894年3月、かねてより町民から要望が強かった高等科が設置され、有松町立有松尋常高等小学校と呼ばれるようになる。高等科は修行年限4年の尋常科の後にさらに4年間の家庭を設けたもので、有松小学校では単年1クラス、計4クラスが新たに置かれている。理科機械、博物標本、消化器具、 体操機械などの設備が導入され、正教員に1名、裁縫教員に1名、準教員に1名の増強、かつまた校長が置かれることとなって、ここに組織としての充実も図られている。高等課の設置は、当時において莫大な費用を要するものであったが、有松町では、絞り組合が町に対して、多額の寄付を行い、これを実現させている。 高等化がなかった近隣の地田郡を大府村、同大、高村、愛知郡という明け村からも児童の入学があり、校舎に児童を入れる余地が少なくなってきたことから、1891年の移転前に使用していた旧校舎を敷地内に移築、そのために手狭になった運動場の大大地として1898年4月には林地を借り受けている。1893年に、 下郡共京和村大技桶,桶狭間が京和村から分離して有松町に編入。これに伴い桶狭間の初等学校であった私立桶狭間小学校が有松町立有松人城小学校の分校となり、以来存続していたが、1910年4月にこれを廃止、大技桶狭間の児童たちも有松小学校へ通学することになる。明治時代末期において、 児童数は350名以上を数え、1923年には、愛知郡鳴美町内、道と夜明け村内の一部地域の児童の入学が許可されたことから、さらに児童数は膨張していく。旧、東海道沿いにあり、江戸時代、明治時代の面きを色濃く残す有松の町並み8月。こうした事態に対して、有松町は1906年に、 現在の小学校が立地する一帯の土地に新運動場を建設。1914年12月には、現在の名古屋市立有松中学校が立地する付近の土地を借り入れ、そのうち五単25歩の土地に新運動場を建設、さらに仮教室の認可を得て8学級の編成を行うなどの対処を行っている。そして1927年、 新運動場として使用していた土地をさらに広げ、敷地面積3808坪に建築面積640坪の、新校舎2232坪の運動場、法案殿などを建造する。建材には、節のない高級な木材が使用され、旧部屋の普通教室のほか、裁縫室、消化室、理科室の特別教室を有しており、当時、 下軍一と呼ばれるほどの異様を誇ったという。建造に要した費用は8万円で、町の積立金から拠出されたほかに、久大左衛門、服部孫兵、衛、武田家平ら町内絞り省の有力者からの多額の寄付金によっても補われており、三者は後に、この項によって政府から根除法省を授与されている。さらに1938年頃には手狭になった。 運動場を南へ拡張するなどしており、1941年に国民学校令が施行されたことに伴い、尋常小学校が国民学校に再編、有松町立有松尋常高等小学校も校名が有松国民学校に変更される。教科もそれまでの修身、国語、国史、地理、算数、理科、体育、武道、音楽、修士、図画、工作、 裁縫が国民化、理数化、大連化、芸能化などに再編統合されて、軍国主義的教育が強力に推進されるようになる。太平洋戦争が勃発した後、児童たちは、毎月全員が、有松天馬社や桶狭間神明社を参拝して、必勝祈願を行うとともに、出生兵士や戦死者の遺骨の送迎のために、有松駅へと頻繁に駆り出されるようになる。 運動場は、サツマイモ畑となりその一角に、防空壕が設けられたほか、有松町大技桶狭間技巻山には、校舎砲部隊の対空陣地が置かれ、第16小空中隊が駐屯しており、有松国民学校は、その寄宿地として使用されたために部屋数が足らず、すし詰め学習状態であったという。1944年以降になると、名古屋近辺への空襲が著しくなり、 児童たちも爆撃や機銃走者を避けるための避難訓練を頻繁に受けている。1947年3月31日に国民学校令が廃止され、翌4月1日に学校教育法が施行。これに伴い、有松国民学校も有松町立有松小学校と名が改められる。教科は国語、社会、算数、理科。 音楽、図画工作、体育、家庭に改変され、教科書も国定教科書から検定教科書にとって変わられるようになる。なお、有松町では学校教育法の施行に合わせて、有松町立有松中学校も発足したが、準備期間がとぼしかったこともあり、有松小学校の4教室を曲がりしてのスタートとなっている。 翌1948年から中学校の新校舎建設が始まり、現在のプール付近に仮校舎が完成。1957年に現在の中学校敷地内の位置に円形状の新校舎が完成したことで、小学校と中学校はようやく校舎が分離することになる。他方、小学校でも1953年に、 敷地が拡充されて2700坪相当の運動場が完成。翌1954年にはそれまで竹やぶと墓地であった敷地北西部にプールが建造される。有松小学校から分離独立した名古屋市立桶狭間小学校4月。1964年12月1日に有松町が名古屋市と合併、緑区の一部となり、有松町立有松小学校も、 名古屋市立有松小学校となる。これに先立つ1959年9月の伊勢湾台風では、北校舎が倒壊、名古屋市との合併後は、ベッドタウンとして人口流入が続いたことを背景に、児童数の増加と校舎の老朽化、教藍化が問題となり、1968年から1974年にかけて校舎の大規模な改修、新築工事が行われる。 しかし1972年には、大技桶狭間に、名古屋市営桶狭間層が建築されて、自動数が一段と増加。大技桶狭間でも、分校、小学校設置の声が高まり、名古屋市緑区、有松町大技桶狭間座巻山30番地に、建造を、決定。1974年から、周辺の道路整備も含めて、建設工事が始まり、 翌1975年9月1日に、名古屋市立有松小学校桶狭間文校として開校する。校舎の建設は続いていたが、1年生から3年生までの7クラス294名が、この文校で学び始め、翌1976年4月1日には、名古屋市立桶狭間小学校として、分離独立する。なお、 オ狭間小学校が分離する直前の昭和50年度において、有松小学校は、学級数31、児童数1227名という開校以来、最大の規模までに膨れ上がっている。この後、学級数、児童数は横ばい、もしくは緩やかな減少を続けており、2000年に登校者を新築した以外に、2012年現在に至るまで施設、 敷地の大規模な拡張は行われていない。他方で、1989年から翌1990年に北校舎にて、1991年に管理棟、体育館にて大幅な改修工事が行われたほか、2002年から順次行われた体育館、北校舎、管理棟での耐震補強工事、玄関前に防犯監視カメラと人感センサの設置、 防球ネットの設置マイナス1987年、緊急車両用通路の建設など、現にあるものの改修補強、安全面の強化に力が入れられるようになっている。有松小学校は校訓を明るく強く正しくとしている。この3つの訓にそれぞれ教育目標が設定されている。以下は2012年度の行事予定を示す。 10月1日現在9月1日現在名古屋市では、公立学校選択制が導入されていないことから、公立中学校の進学先は、名古屋市立有松中学校のみとなる。桶狭間の戦いのこちとして知られる、桶狭間は、1878年までは、桶狭間と表記されることが多く、その読みも、桶狭間であったとされる。 ハットの有松町大技有松技京都南66番地2012年現在では有松商工会が立地する名古屋市緑区有松3012番地付近に相当するハットの有松町大技有松技京都南64番地で緑区役所有松支所が所在することになる場所であり2012年現在では有松鳴海絞り会館が立地する 名古屋市緑区有松3008番地付近に相当する。なお、有松町市は、有松村が調整施行を行った日付を1892年9月17日とする一方、有松町立有松尋常高等小学校への公明変更をそれに先んじる同年4月としており、時系列の混乱が見られる。有松小学校と運動場とはかつて地続きであったが、 1942年から1943年にかけて東海道バイパスが建造された際に切り通しが設けられ、家地で分かたれることになる。現在、小学校と中学校の敷地は国道1号にかかる歩道橋でつながっている。ありがとうございます。